26日開幕のパリ五輪に臨むサッカー男子日本代表は17日、日本時間18日、フランス・トゥーロン、開催国フランスに1対1で引き分けたことに、改めてオーバーエイジ、OA、24歳以上、不在を嘆く声が出ている。前半25分、日本は敵陣で FW ・藤尾翔太、町田が高い位置でボールをダッシュすると、 最後はキャプテンの MF 藤田ジ,ジョールチマ、シントトロイデンが先制ゴールをマーク。しかし、後半に追いつかれた。結果は大前線した格好だが、序盤からフランスに攻め込まれるなど、金メダル候補に圧倒される場面が多かった。この試合について、SNS やネット上では手応えと同時に不安、5点くらい入れられてもおかしくなかった、日本の DF は心配。 フランスはやばかった、FW ・アルクサンドル、ラカ・ゼットが外しまくったからな、攻撃力や個人技は追いつかないな、天才以上に実力差があった試合、という声が多く書き込まれていた。さらに日本が OA3 枠を活用しなかったことに、フランスは OA3 人か、やっぱオーバーエイジと久保、竹房が必要じゃない。OA を使わずに好成績を上げるのは難しい。 なしでメダルは無理など、改めてチーム編成に言及する意見も出ていた。